皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日は強化されて強くなったロイヤルオーケー使っていこうと思います。ノーチラスとシエルフってめちゃめちゃ一緒なんですけど、ロイヤルオークって正直結構微妙いんですよね。ただ今回強化入れまして、 HP2 倍半減、3コンボ加算、固定500万ダメージ、攻撃力は23倍と、23倍になったんですよ倍率が。で、元々がめっちゃ火力低かったんで、529倍火力になって相当強くなってるんですね。今日はロイヤルオーク実際に使っていこうと思います。はい、編成まずロイヤルオークに大釜の妖怪メダル継承です。で、ミザールバーとスキーブプラスに上限解放でアバン装備継承してあげます。そしてこちら、薄いですね。薄いは10強つけて遅延、闇軽減、攻撃キラー2つ、そしてセリングフォード継承です。そしてこちら、距離ですね。距離は雨粒装備継承で7強に上限解放です。そして、ヒサメですね。こちら、毒目覚め耐性に、こちら、ペカサス装備継承です。最後、フレンドですね。フレンドが、こちら。はい。グンダリミをつけてあげて、ルーレット回復洗剤つけてあげてます。っていう感じの遠征を使って、今日は、壊滅コロシアムやっていこうと思います。あ、極限コロシアムかやっていこうと思います。はい。で、この読み方わからんダンジョンなんですけど、これ、ボスにロイヤルオークが出てくるんで、まあ、ロイヤルオークとロイヤルオークを戦わせようっていう、よくわかんない趣旨でやっていこうと思います。じゃあ、やっていきましょう。編成紹介。今日使う編成の PDC はこんな感じになっております。はい。まあ、ぜひね、ロイヤルオーク編成組みたい人は、こちらの編成参考にしてみてください。じゃあ今日はコロシアムやっていきましょう。じゃあまずは1階層からやっていきます。1階層を甘つ打ってあげて、ヒサメ打ちます。からのロイヤルオーク打ってあげて、変身終わらせていきましょう。で、アバン打って、セリングフォード打ちます。で、4ターン耐久していきましょう。で、今回ね、ロイヤルオーク使うのが、これコロシアムなんで、レベルが低いんですよね。この編成って、序盤は特に。なので、実際気候上とかでロイヤルオーク使う場合は、めちゃめちゃもっともっと火力出るんで、もしね、気候上とか行こうと思ってる人は、この火力はあんまり参考にしないでください。例えば、この編成で城に行くと、3倍ぐらいの火力が出ます。はい。とりあえずロイヤルオーク、片側変身してあげて、ぶん殴っていきましょう。こんな感じかな。とりあえず L 字含んであげて、まあ列いらないんですけど、はい、13コンボ。さあ、とりあえずこれで突破していきます。一応だけど真ん中の攻撃耐えれるんで、万が一真ん中倒せなくても大丈夫。はい、これで突破していく。そうだ、今のダルバートが8億6000万なんでありえないからね、本来は。まあ、これがレベル1の代償って感じだね。多分攻撃力1000ぐらいしかないんで今で。続きまして2階層、ここはまずロイヤルオーク打ってあげて1ターン待ちます。はい、こんな感じで1ターン待ってあげて盤面整理していきます。はい、であとはロイヤルオーク打ってあげて突破していきましょう。エンハンスがないとちょっと正直突破危ないので、真ん中だけ残ったらね、ここ負けますからね、普通に5万5000ダメージくらいで。なのでしっかり1ターン待ってあげてから突破していきます。さあ、これでエンハンス含んで、そうですね、距離が5億8000万でヒサメが6億4000万ぐらい。ただこれがレベル10なんで、これでね、こんぐらいですねっていうのはちょっと言いづらいんだけど、まあ大体今ので距離レベル120なら44くらい出てると思います。はい、そんぐらいには強いですね。はい、ここに関してもロイヤル送ってあげて、ひたすら L 字で削っていきます。コロシアムの動画でもあれだね、使ってみた動画には絶対向いてないね。多分もうこれからほぼほぼやらんと思うけど、伝えづらいわ火力を。こんぐらい強いですよっていう目安がさ、分かりづらいじゃん。ほらこれ11億ってバトミ低いように見えるけど、レベル16で11億だからね、頭悪すぎるよね火力。まあ後半になればレベル100超えてくると思うんで、まあそっちをね参考にしてください。まあレベル100でも参考にならんけどね、120じゃないと。お、距離打ちます。はい、ロイヤル、間違えた、先にアルバート打ちます。危ねえ、先アルバート打ってあげてからロイヤル送って突破していきます。はい、ロイヤルオーク後落ちするとエンハンスの火力乗んないんだよな。はい、ここに関してもミゼール含みながら突破していきましょう。12、これでしっかり倒していきます。 OK。 で、続きまして5階層、ここは薄い打ちます。はい、薄い打ってあげて、キサドロップ回復からのロイヤルオークでぶっ倒していきましょう。長距離未耐性は積んでないので、はい、もう普通に L でぶっ倒していきます。で、ロイヤルオークはね、実際ね、火力めっちゃ上がったし、かなり強くなってます。
で、殺し合いももちろん強いんだけど、やっぱ気功城もね、こいつめちゃめちゃ強いんで、まあ、また余裕があれば気功城の編成も紹介すると思います。かなり強くなってますね。はい、で、6階層。ここもロイヤルオーク打ちましょう。ロイヤルオーク打ってあげて、こんな感じで L 字含んでぶん殴っていきます。7、8、9、10、11、12コンボ、13コンボ、14コンボ、さあこれで突破していく。 OK で、続きまして7階層ですね。7階層に関してもロイヤルオーク打って突破すれば OK です。ここ無効貫組んでいきましょう。多分ね、倒しきれると思うんだよな。どうだろう、無理かもな、いけると思うんだけど、とりあえず一回無効貫組んでみますね。いきます。はい、無効貫含みながらの全力コンボ、12コンボ、13コンボ倒せるっすか、ロイヤルオークさん。いいね、火力。やっぱ言うてめちゃめちゃ強くなったよな、ロイヤルオーク。本当にかなり強くなってますね。はい、でこれで結構レベル上がります。薄いは101なんで、小学生の10強が入ると。ここまで薄い10強ないからね、逆に言えばここまでの薄いの火力そら低いよなっていう。はい、でここはロイヤルオーク打って花火崩します。花火崩してあげると、この時点で薄いレベル101なんで、はい、こんな感じでぶっ倒していけます。で、続きまして9階層かな。ここで距離もレベル100になりますね。で、ロイヤルオークとアルバートに関してははっきり言って火力はね低いです。はい、ここら辺はまだ、ただ道中に関しては基本的にこの2人が頑張ってくれると。で、ボスに関してはアルバートとかも火力参戦できるって感じになってます。オッケー、こんなか、あ、う、あ、う、あ、あ、う、あ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 、さあこれで突破していきましょう。オッケー。さあ続きまして10階層と、ここに関しては距離打って突破しますか。まあ、距離本当は打ちたくないけど、打たなくてもいけるか。よろく打ちます。はい、で、はい、L 字含みながらぶん殴りましょう。13コンボですね。14コンボ、15コンボ。さあ、これで突破していきます。はい、OK。で、続きまして、11階層。やっぱここら辺で火力明らか上がってますね、もうすでに。ロイヤル送ってあげて、無効貫ぶん殴っていきます。よく考えたら、アルバートとか聴覚生いらないしな。ね。はい、ここは一旦半減張ってあげて耐久。なんかお前しょうもないなみたいに言われるんで、向こう側組んでいきます。あ、これか、その程度かみたいに言われるんで、あとは水向こう側組んで突破していきます。これ逆になんかその程度か以外のセリフあるんですかね。ここあるなら聞いてみたいけどね。僕は一度も その程度か以外言われたことないっす。さて、向こう側とか組んで HP 半分とかまで持ってけばいいのかな。多分そうしなきゃダメだもんね、絶対。果たしてじゃあ半分まで消したところで何するんですかね、こいつは。まあ、とりあえず倒していきます。ちょっと分からんけど、その程度かが一番楽に突破できる気がするわ。はい、続きまして12階層。こいつは HP 半減されるだけなんで、ぶん殴っていけば OK です。はい、ロイヤルオーク打ちます。遠慮なくぶん殴っていきましょう。もうここら辺まで来れば火力もめちゃめちゃ高いんで、はい、こんな感じで L 字含みながらの13コンボ組んでいきます。14、15、はい、これは絶対に倒せる。いいね、やっぱ距離火力高いな。やっぱりレベル101の状態でこれやもんね。うわー、こいつマジ外れ。こいつガチ外れ。こいつ来たら耐久していってください。こいつガチのハズレです。はい、水ドロップできるだけ温存しながら耐久していきます。ここ突破する前に水ドロップ少し残しておけると最高っすね。はい、最悪なキャラ来たんで待ちます。
あとはそのまま突破してあげれば OK です。耐久してから突破してください。で続きまして14階層ですね、ここはペガサス武器打ってあげれば OK です。はい、まあ、今回溜まってないんですけど、まあ、ヒサメに関してはもう打っちゃっていいかな。別にペガサス武器として溜める必要もないんで、打っちゃってあとはぶん殴っていきましょう。あの火力スキルになってくれるんでね。はい、でここはエル含みながらの11コンボで、この姫ザメに関してはロイヤルオークの水生成に対応してるんで、実質水目覚めとかなり強いですね。ヒサメロイヤルオークではマジで強いからね。はい、で15階層距離打ちましょう。距離待てっていいよな。うん、いいや、打ちましょう。距離打ってロイヤルオーク打ちます。指現象うざいんで。はい、であとは L 字含みながらぶん殴っていきましょう。76番面にしてくれたんで、はい、このまま突破していきます。14、15、16、これで突破していきましょう。で続きまして16階層、ハズレっすね。こいつは固定ダメージ2回で倒せます。とりあえずアルバート打ってあげて、固定ダメ2回組んでいきましょう。はい、まず L 字で固定1000万で半分まで持っていきます。コメント欄でここ積みますかってコメントあったんだけど、こんな感じでもう今ダメージ無効は固定大位置で貫通できるので負ける要素ないです。そうなんですよね、これもう対策できるんですよね。はい、であとはロイロク打ってあげて突破していきましょう。10コンボ組んで倒していきます。だからあれだな、アルバートあの半分いってから打った方がいいですね。まあ別にこの編成の場合ノンストップ突破していけば問題ないんですけど、回復ゼロ受けたくないんで、できればアルバート後打ちの方がいいかな。はい、ジャッコロイヤロク打ってまたぶん殴っていきます。あ、でもあれか、別にヒサメ打てるからヒサメでいいや。ヒサメ打ちましょう。ヒサメのスキルが最強すぎる。全部返してあげて、あとはエル含みながらコンボしていきます。薄いに関してはレベル111で距離がレベル104ぐらいですね。だいたいこんぐらいまでは軽く上がります。はい、あとは水エルでぶん殴っていく。さあ続きまして2段階変身ですね。ここも全力コンボで削っていきます。やっぱ L 字2個の火力がメインで強いですね。はい、ここもロイヤルオーク打ってあげて L 字2個組んでいきます。ロイヤルオーク打って L 字2個組みましょう。ひたすら L 字2個で、12コンボ組んでいきます。13コンボ、さあこれでどうだ。ナイス、倒しきっていく。強いね、やっぱ火力、本当に火力上がってるね。目に見えて違うもんな、火力が。コロシアムでこんだけ火力出るってマジで本当に強くなってるのな。で、こいつは400億あるので HP が。しっかり殴っていきましょう。無互換組んでいきます。まあ、一生無互換でよくね。とりあえず多分一生無互換組んでれば負けないんで、一生無互換でいきましょう。はい、これで13コンボ組んで、OK、ナイス、削っていきます。で、ここもロイヤルオーク打って、無互換。ひたすら無互換で。はい、またしても無互換組んであげて、全力コンボしていきます。13コンボ。14コンボ。これで半分まで。いや、マジで？いや、マジかよ。おっしい。ロイヤルオーク打ちます。これ多分無効化いらないですね。はい、こんな感じでエル含んであげて9コンボ10コンボ。さあこれで半分まで持っていきます。さあ続きまして半分なんだっけ、弱化エンハンスとなんだっけ、チョークライム目覚めと割合か、闇軽減あるんで耐久できます。はい、でここヒサメ打ってあげて無効化組んでいきます。
はい、リズム交換通含みながらの13コンボ組んでいきましょう。さあこれでまずは無交換で削り、いや、いけるやろこれ、絶対いけるわこれ。ロイヤロック打ちますからの距離も打ってあげて、なんなら薄いも打つ。はい、当然水やろ。 OK、 じゃあ倒していきましょう。いきます。さあ無交換含みながらの全力コンボしてあげて、はい OK、 これで無交換含みつつ水3含んで12コンボ。さあこれで倒していきましょう。ということで今日は、はい、え、俺このくだり何回やるん？え、もう殺したらもう二度とやらんわマジで。何回やるんこのくだり。倒します。ほんまに別に ね狙ってやりたいわけじゃないですからね。エラジン含んで突破していきましょう。ということで今日はロイヤルオークを使ってコロシアムの攻略でした。まあ、火力本当に上がって強くなってるんで、ぜひよかったら使ってみてください。ということでチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。